斉藤さん到着です。斉藤さん、ご参集賜りありがとうございます。有志の皆様、またボランティアの皆様、スタッフの皆様、本当にご協力ありがとうございます。皆様のお支えあっての選挙戦、心より感謝申し上げます。それではまもなくこちらのご当地一角をお借りいたしまして、兵庫県知事候補斉藤元彦街頭演説を行わせていただきます。ご近隣の皆様にはしばらくのお時間お騒がせをいたしますが、どうかご容赦賜りますようよろしくお願いいたします。本当に皆様ご理解ご協力ありがとうございます。朝日奈さんも朝からいていただいてます。車通ります。こっち、多分こっちだと思うんですけど、ちょっとご挨拶に。よかったよかった。向こう出られたらね。違うと思います。多分ちょっと人数が少ないところで、ね、先にちょっと回ろう。斉藤さんね、下手したら向こうでやりかけます。ありがとうございます。早朝より皆様ご参集賜り、本当に心より感謝申し上げます。兵庫県知事候補斉藤元彦、まもなくこちらのご当地一角をお借りいたしまして。斉藤元彦、県政改革にかける熱い思い、そして情熱をお訴えに上がらせていただきます。本当に皆様本日はご参集ありがとうございます。それでは斉藤元彦、ただいまより街頭演説始めさせていただきます。しばらくのお時間ご静聴よろしくお願いいたします。サンモール前にお集まりの皆様、元兵庫県知事の斉藤元彦でございます。どうぞよろしくお願いします。本当に朝早くから、日曜日の朝ですから、普段のテレビ見てゆっくりしてる時間だった大変だと思いますけども、本当にこう多くの皆様、高砂の地にお集まりいただいて、本当に心から感謝を申し上げます。改めましてありがとうございます。